体操競技平井健三選手です。どうぞ拍手をお願いします。そうですね、やはり4年に一度というものですし、僕自身小さい時からテレビやいろんなところで見ていたオリンピックというのはすごく夢というかすごく遠いものだと思ってたものが、ずっと努力し続けてきて自分が主張できることになったので、本当にオリンピックというものは特別なのと改めて感じています。スポーツもこういった招致活動もチームプレーというのは非常に素晴らしいもので感動するものだと思います。皆さんと僕たちでぜひ強い団結力でギネスを達成しましょう。1,173 people, congratulations, it's a grand view.